ばんは、須崎彩です。皆さんこんばんは、西飛鳥です。須崎西575回目の放送がスタートしました。この番組は私たち2人が新しいサービスを提供したり、新しい商品を生み出すことで新たなビジネススキームを生み出すアイデア生産型バラエティ番組です。はい、うん、日付が変わって、8月に入ったの？お、そうなの？7月って31日ないんだっけ？31日あるよ。あれ？あ、じゃあこれ間違ってんのか。深川が間違えた。深川がちょっと1日先を生きてるみたいなんですけどまだ変わってませんね。そうだね、ギリ7月最終日ですね。ですね、はい、ということで、なんか、ここフリートークゾーンじゃん。なんもないのよマジでこの最後にアスカと会ったいつだ、3週前ぐらいかな、分かんないけど、マジで何もない。本当に終わり。どっかなんか出かけたりとか。え、本当にね、出かけてないの。マジか。どこ行ったかな。もう近所のドラッグストアと、あとちょっと電車使って先の図書館ぐらい。マジでどこにも行ってないな。結構偉いね。図書館で何本読むの？図書館で本借りて読んでる私。可愛い。可愛いでしょ。可愛いでしょ。いや、なんか、あのそんなにもともと読書するタイプじゃなかったんだけど、なんか最近1週間に1冊は読もうって決めてて。えら、偉いでしょ。何、今何読んでんの？吉本バナナのなんか世界旅行記のなんかエッセイ兼小説みたいなやつがあって、それがなんか4冊シリーズで出てるから、それを全部借りてきて。ただなんかね、2週間で返せだか3週間で返せだか、なんか締め切りがあるんだよね。で、もう全然読み切らなくて、3冊目まで読んだんだけど、4冊目が全然読み切れてないのに、多分私はもう返却期限5日過ぎてんだよねやばいマジで、怒られるかなえ、それなんか言われるのかな。多分しれっと自動返却口にパッて入れちゃえば、多分あ、こいつ遅れたなって思いながら多分返却処理してくれるけど。あ、そうなんだ。対面カウンター持ってったらちょっとなんか言われるかもね。そっか、過ぎてますねぐらい言われるかも。でも私さ、それがなんかさ、それが怒られそうなのが嫌で、小学校の時とかあんま図書館行かなかった。わかる。小学校の時ってさ、トラウマになりそうなぐらいさ、返却期限切れたことに対するストレスやばくなかった？わかる、うん、あ、それ学校の図書室の本でもそうじゃん、だから図書館なんて行けなかった今思うと、小学校では異常に怒られるけど、社会人で普通の図書館でちょっと遅れたからってそんなバチボコで怒られること多分ないよないよ絶対。ツタヤじゃあるまいしいや、ツタヤでもそんな延滞金とか言われるじゃん。そうそう、ツタヤはだって金で解決するじゃんやっぱ金で解決しないからこそ怒られるんじゃん。そうだね私小学校の時半年長そう、ランドセルに入れっぱだったことあるよ。やば。なんか1週間まず過ぎちゃったから、返しに行くの怖くて、怖いから今度にしようってズル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 半年経って、でついぞお母さんに見つかって、 あんたこれって言われて、泣きながら多分持ってった泣いて図書委員の人に言って先生呼ばれて、先生にごめんなさい、かわいいって言ってしたら、でもそれでもちょっと怒られたよ。えー、そうなんだ、やっぱ怖いよ小学校の先生って。そうだね、そんな泣いてさ謝られたらさ、今度から気をつけてねぐらいで ね終わりそうなもんなのに、やっぱ様子のおかしい泣き方してたんだどんな泣き方怒らないとやばい泣き方してたんだへっていう泣き方してたんかなんかわかんない私のことだから様子がおかしかったんだ自分のことなのに信用してないから知ってたかも自分いい加減返しに行こう、今借りてるやつ。そうだね、大事大事ねクソガキと会話してるみたいなさなちゃんはなんかここ1ヶ月ぐらいで、なんかね、最近ね、ちょうどこの前帰ってきたばっかりなんだけど、あの実家に行ってきたの、で、なんかもうつみくんがね、なんかもう今は須崎にしは聞いてないんだよね、そう、ちょっとなんか病気しちゃったから、なんか離れちゃったんだけど、でもなんかあの子元気にしてんのか、あのほら、私？そう、あやっぺ、すごい、そう言われて、だからなんか、あ、めっちゃ元気してるよって言って、ほんまかって、あの子ほんまええ子やんなってお父さんが言ってて、ありがとう、つみくん。そう、だから多分前に昔あの、ね、兵庫に遊びに来てくれた時とか、お泊り来てくれた時とかのこと覚えてるんだと思うし、なんかあの放送してた時のぺっちゃんの、あの
様子とか見てお話とか思い出して、なんかあの子ほんまええ子やんなとかって言われて、そうでそうやろって言って、うん、なんかあっちゃんがさ声優としてちゃんとさ生きていけたもうあの子のおかげやでって言われて、そんなことない、そうやんなとか、そうじゃない、須崎西がいっぱい重い、本当なんかいっぱいの人に聞いてもらえたからそうやでみたいなこと言って、うん、もうひたすらずっとねぺっちゃんのこと褒めてて、本当そう、覚えてくれてんのが嬉しいわ、そうそうそう、うん、でなんか旦那さんとほら仲良くやってんのかみたいな感じで言われて、うんうんうん、だからあ仲良くしてるみたいやでって言って、うん、そうかって言った後に、うんうん、でもあれやな多分めちゃめちゃわがまま言ってんやろな、なんで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 よ、なんかバレバレだったよ、なんでだよ最近の須崎西聞いてない、聞いてないのにバレてるあっちゃんと似てるからなぐらいに思ってんじゃない、そうそうかもしれないなんかもうあの須崎西の、うん、あの話を聞いてたら、うん、やっぱそうやと思うわみたいな感じ言っててだからそうすごいそうやでそうやで言ってないけどなそんな話をしたから珍しかった、そうなんだ、うん、あ嬉しいな、すみくんに会いたいな、これは絶対てっちゃんに言わなきゃと思って、うん、そう、でも私の中のすみくんのイメージはもう一番に脱光が来てしまうから本当に忘れてあげてそれはあっちゃんが言ったんやろでも脱光の話したらさ、すみくんもなんか喜んで脱光の話に乗ってたよねなんで言ってなかった、なんかさ泊まりにうちに来た時とかにさ、うん、なんか脱光の話の続きとか言ってなかった、あでも言ってたかもね、なんか確かひとしきりなんか縁も竹の輪みたいになってもう眠たかったら寝ていいよみたいな解散みたいな空気になった後に、うんうん、確か残ってたんだよね私今に、うん、したらつみくんが脱光の話の続きしてくれたの覚えてる、なんか草野球してる時に急に脱光しちゃったからなんか野球のボールをケツにこうケツでこう踏んづけてなんか無理やり腸を中に収めたみたいなことでそれ聞いて夜遅めにちゃんとギュル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 やべえ親父だ懐かしい、ね楽しく過ごしております、ね、はいということでそろそろ参りましょう、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組はシーサイドコミュニケーションズの提供でお送りします。高柳智代です。私の初めての写真集回り道が発売しました。石垣島を舞台にこだわりのカットをたくさん詰め込んだ写真集、アニメイト、ゲーマーズ、アニメガソフマップなど全国のアニメショップや書店にて好評発売中、ぜひ手に取ってみてください。須崎西では、皆さんからのメールをご紹介していきましょう。はい、こっから行こうかな、うん、えい青い一角さんからいただきました、ありがとう。須崎さん、西さん、こんばんは。こんばんは。最近スイスに仕事で行きました。え、いいなぁ。街並み風景とすごく綺麗ですが、すべての物価が高く、うん、コンビニおにぎりが1個700円で売っていました。マンジ？そうなんだ、おにぎりって売ってんだ。あ、確かにね。だから高いのかな。あ、なのかな、うん、なんか最近海外でおにぎり流行ってるらしいよね。あ、そうなんだ。そうそうそう、すごい。やはりスイスにも海外で見かけるお金を恵んでほしいと訴える人がおり、うん、少し話を聞いてみて驚きでした。うん、さすがスイス、恵んでほしい金額が日本円にすると約5万円でした。やばい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 よ5万。そんな金額を施せるわけもなく、自分も施しは受ける側の人間なんだなと思って帰ってきました。お二人は最高いくら募金したことありますかといただきました。すごい ね、 ね、やっぱ5万ないと、うん、当面は生活できないんだ。それがやっぱ感覚がちょっと日本と違うんじゃない の、 その物価がいくら高いったってさ、うんうん、5万の価値が日本じゃ5000円ってわけないしさ。だから多分日本でもなんか1万くださいって言ってる人ぐらいにはやばいんじゃない。あ、なのかな、うん、そっか、うん、そうであってほしいよ、ね、そうであってほしいよ、うん、すごいなね、うん、へー。あ、なんかね、うん、今度ね、あのチャギがなんか
会社の社員旅行が復活したらしくて、なんかコロナ禍で辞めになってたのが復活してなんかハワイ行くんだって、うん、でも物価が高いから何も遊べねえって言ってて、そうだね、そうだけどなんかペッちゃんのお土産は買ってきたいって言ってたから、えありがとう、なんかハワイで欲しいものがあったらいいって言って、なんだろう、なんかあれ有名だよね、あの OPI だっけ、あのマニキュア、あ あれさ、うん、なんか過去に買ったことあったくない、うん、あったよね、うん、なんかネイルオイルみたいな、あうん、そうだよね、またあれで OK、 うんうん、あれが嬉しいかも、うんうんうん、ありがとう、なんか意外とあのなんだっけ、あの北欧のさキャラクター、あのムーミン、あムーミン、ムーミン、ね、ムーミン分かんなかったの北欧のあのムーミンの、うんうん、なぜか、うん、ハワイ限定品が売られてるらしくて、えそんなのあるんだ、そう北欧なのに、うん、確かに、まあ、でもキティちゃんみたいなもんかな、世界中とコラボしてんのかも、あそうそうそう、なんかねキティちゃんもハワイ限定品で、うん、もう結構黒焦げになったキティちゃんが、やばい、黒焦げのムーミンかな、あかな、うん、そうだからだったら超レアだな、そうそう、うん、そっち系のねなんか限定品はペッちゃんいいかなとかっていう話もしてたんだけど、ありがとう、見つけたら買っとく、でもいいな社員旅行か、うん、めちゃくちゃホワイト企業やな、ねえ、うん、行きてえな社員で、それなんかさあのプラスいくらか払ってさ嫁もみたいにできないの、うん、できないんじゃないかな、できないか、うん、いいね羨ましいね、でも一人分浮くんだったらさ、うん、なんか私らもついてていいよどういう理論それ来ちゃった行きたい、ハワイとかグアムとか南国に行きたいなマジで、わかるね、うん、はい、はい、じゃあ次、次ナオトの一人称はティライミだよさんです。ねえ、インティライミじゃないの。ティライミらしい。須崎さん、西さん、こんばんは。こんばんは。私の父の家系はハゲ、母の家系はふさふさです。お二人と同年代の私は今のところふさふさをキープしているんですが、この先どうなるかはわかりません、うん。お二人は何か恐怖や不安と戦っていることはありますか？何でしょうか恐怖や不安、何だろう、なんか母親見て私もこうなっちゃうかもみたいなこと、いやなんか似てきてんだよね、うん、えおかんと前も言ったかもしれないけど口癖が一緒になっちゃってるの私、うん、何口癖、ねもう怒ったっていうのをうちのお母さんめっちゃ言うの、うんうん、あとなんか可愛いものをめでてる時に、うん、そのめでてる人に向かって、うん、可愛い聞くのうちのお母さんなのそうなの、そうそれ私めっちゃ言っちゃってる人に、それ関西人特有なんじゃない、えかな、うん、なんか聞いたことない、なんか私がなんか可愛がっててお母さんが可愛いとかって聞いて、うん可愛いって言ってたら横にいたお姉ちゃんがお母さんにあんたそれいつも人に聞くよなみたいなこと言ってて、へーとかって思ってて、で私もこっち戻ってきて、でもう普通にチャゲとかになんかチャゲがビーバブ可愛がってたりとかしての見て可愛いって聞いて、それは何の確認なの、それはそのなんか我が子だからなのか、それとも全然町のものとか全然自分に関係ないものでも言うの、いや多分関係なくても言うんだと思う、やばいじゃん、そうなんか猫カフェとか行ってさ、うんね、チャゲ可愛がってたりするんじゃん、可愛いお前のじゃねえからその猫お前のじゃねえからドヤ顔すんのこっちは、なんか可愛いって言われたらせやろみたいな怖い怖いよ怖すぎる絶対ペッちゃんもう自分の気づいてないところで似てるとこあるあんのかなあるかもしれないけどね、ちょっと分かんないなはい、じゃあ次次、こちらは星空のガーディアン皇帝からいただきました、ありがとう、あちゃんペッちゃんジョ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 、先日街中の ATM で順番待ちをしていた時のことです、うん、男の人が出てきたと思ったら次に入っていった人が慌ててまた出てきたので、うん、なんだなんだと思ったらカード忘れてますよと声をかけていました、その様子や他に並んでた方も察して割り込んだりしなかったので、まだまだ世の中捨てたもんじゃないなと思いましたね、うん、お二人は最近 まだまだ世の中捨てたものではないなと思ったことってありますか、だって世の中捨てたものではない、捨てたものではない、捨てたものだなと思うこといっぱいあるけど悲しい捨てたものではないなか、うん、あ
だろうな、なんかあったかな、なんかあれだな、私なんか X 見すぎて毒されてしまったのか、うん、外には危険がいっぱいってこう思い込みすぎて、うん、こ子供連れん時、うんうんうん、だからなんかすっげえ警戒して、うん、すっごい神経尖らして過ごしてたんだけど、うん、でもなんか新幹線とか、うん、そのビバブと一緒に乗ったりとかした時に、うん、なんかビバブももうすっごいなんか自我を発揮して、うん、なんかもうなんていうの、パスケースとかさ大事なやつをさ、うん、奪われて、うん、でなんか中のカードとか引っこ抜かれたりとかするから、うん、もうやめてってダメだよないないって言って私がこうパッて取るじゃん、うん、したらえんにーっていうの、そうなんだ、だからシーって言って、うん、シーって言ったら真似してシーってやるんだけど、うん、でもその後怒りが収まらなくてイーみたいな感じで言われるから、そうだからなんかとりあえずあんまりうるさくしすぎたらなんか良くないなと思ったから、なんか新幹線のあのデッキのところに移動して、うん、でもう名古屋から新横浜ぐらいまでずっともう立ったまんま、抱っこして過ごしたりとかして、うんうん、でもなんかその歩きたがるからそれも阻止して抱っこしてみたいなしてたら、うん、もうデッキでずっとイーンみたいな感じになってたの、うんうんうん、そしたらなんかそのトイレに来たなんか若い男の人がなんかこっち見てなんか、うん、あやべえなんか文句言われっかなとかって思ったら、うん、なんかすっごい可愛い子ですねって言ってくれて、うんうん、ありがとうございますって言ったら、もうなんかバブは知らない人にいきなり話しかけられたから、うん、とりあえず警戒するじゃん、うんうん、そしたらおとなしくなるのね、うーん、で男の人もフレンドリーに話しかけてくれるからだんだんビバブもなんかニコって笑うようになって、うんうん、ちょっと落ち着いてきて、うん、でなんかいや本当に可愛らしいですね、持って帰りたいなみたいなことをこう冗談で言ってこう手広げてくれたりとかして、うんうん、ですごいなんかなんていうの、こっちは迷惑してないよみたいな感じの優しい話しかけ方してくれたから優しいと思って、うんうん、捨てたもんじゃねえなって思って、確かにそう、えアスカより上っぽい人だった、いや多分同い年ぐらいだったと思う、あそうなんだ、うん、なんかこうサラリーマン風の男の人だったんだけど、うんうん、よかったね優しい人で、そう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 、だからね、なんかもう X に毒されるのも良くないなそうだね確かに、でもやっぱそっか、結構やっぱ泣いちゃったりするんだね新幹線乗ってて、あそうそうそう、うん、なんか泣くっていうよりかはちょっと声がでかい感じ、うん、でかいんだ、そうなんかいきなりあいやいやいやっていうのなんかノリノリでいいじゃんそうそうそう、だからお尻プリプリこう振ってなんかダンスとかをするんだけど、うんうんうん、それしながらあいやいやいとかってやるから、うん、そのあいやいの口を塞ぐのね、うん、って言って塞いだらその塞がれたことによってアイアンウォーになるのね、うんうん、そしたらそれが楽しくてアイアンウォーってなるの楽しいって言ってなんかもううるせえうるせえってなるそうなんだ、でもそうか、じゃあもう私が最後に会った時とはもう全然違うんだろうな、あそうだね、うん、もうワンワンとかも言うようになって、そうか、そう道行くワンワンを見ては全部ワンワンって言うようになってるから、えワンワンとニャンニャンの区別はもうつくの、ニャンニャンは一応つくんだけど、うん、そう家にも常にワンワンがいるから、うん、だからもうワンワンのことは超認識してる感じ、そうそうそうなんだ、うん、えママとパパも言う、ママとパパも言うけど、うん、でもママはなんかもうあの危険を感じた時にしか言わないの、えなんで、そうなんか周りに私がいなくて、うん、なんか知らない大人ばっかりの時とかに、うん、ママママとかって言うんだけど、うんうん、私と二人きりの時にね、私は誰って聞いても、うん、おちょみたいな感じでおちょじゃないよおちょって何なの、ママわかんないそうかそういうもんなんだ、そうそうそう、えじゃあパパの方が言う、パパの方が多分言いやすいんだろうね、なんかパー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 って、そうまあより多分パーの方が言いやすい、あそうなんだ、そうそう、えじゃあもう2語文とかももう言う、いや全然それは言わないね、まだ、うん、まだ1語文っていうの、すごいや、でもうーん、成長速度がね、そうなんですよ、はい、はい、じゃあおもう1つ、うん、心晴れやかさんからいただきました、ありがとう、あっちゃんぺっちゃんこんばんは、こんばんは、最近はもう夏じゃんってくらいに暑いですよね、うん、そんな暑さも嫌なんですけど、それと同じくらいに嫌なのが寒すぎる冷房です、うん、どうして夏なのにカーディガンを羽織ったり温かい飲み物を飲んだりして耐えなきゃいけないのか、もちろん暑い人もいるのは分かりますが、それだってなんだって寒すぎです、うん、お二人は今収録しているスタジオ寒くないですかと、女性からですね、できました、なるほど、うん、私ここに来た時にちょっともう上げた、あうん、なんか24度とかなってたから、はいはい、寒い寒いと思って、うんうん、今27か 6.5 とかにして、なんでこれなんだ、うん、もし暑かったら
言ってね。いや今ちょうどいいぐらいかな。あ、よかったよかった、うん、そうなんだよね。カーディガン持ってないとなんか電車で凍えたりするんだよね。あ、うん、確かに、うん、弱冷房車って必要だよね。必要。本当に、うん、でも私なんか暑がりだから、うん、基本涼しいのは嬉しい方なんだけど、うん、でもなんかうちのなんかリビングについてる冷房がなんかバカなのか何なのか、うん、なんか一回冷房としての機能をこうつけ始めると、うん、しゃ頑張るぜみたいな感じになってすっごいキンキンに冷えちゃうの、うん、そう、え、それ自動とかにしてる？あ、自動にはしてるんだけど、うん、でもなんかなんて言うんだろうな、こうリビングダイニングなのに、うん、リビングしかなんか涼しくならなくて、ダイニングほんのり涼しいみたいな、うんうん、いい感じにみたいな、うんうん、だけどダイニングがいい感じに涼しい時は、うん、リビングのソファーらへん極寒みたいな感じになって、そうなんだ、そう、だからその辺の調節が難しいなと思って。確かにあれ買えばサーキュレーター、あ、サーキュレーターね、うちも持ってるの、そう、え、そうなんだ、やってるはずなんだけど、うん、でなおかつなんかそのソファーにばっかりこう冷房の風がいかないように、うんうん、つい最近なんかチャゲがなんかアマゾンかなんかであのなんていうのエアコンに引っ掛ける、うん、なんかこう風よけみたいなの板みたいなのを買ってきてくれたのね、うんうんうん、でそれ設置したらなんか引っ掛けるタイプで、設置するなんか引っ掛けた場所が悪かったのか分かんないんだけど、うんうんうん、なんかエアコンのなんかフィルターかなんか動く場所に引っ掛けちゃったみたいで、うんうん、なんかもう次の日かなんかにいざじゃあ私が冷房つけようと思ってつけたら、うんうん、カタ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 ずっと音が鳴って、うんうん、何このやべえ音何虫入り込んだみたいな怖え怖え怖えと思って、うんうんうん、で動画撮って、うん、チャゲに送ってなんか変な音すんだけどって言ったら、うん、分かった家帰ったら見てみるって言われて、うん、でその日は一応なんか10分後ぐらいにはその片音がなくなったから、うん、そのまま一応動かしてはいたんだけど、うん、家帰って見てもらったら、うん、なんかそのフィルターにそのなんていう引っ掛けるところが干渉して、うんうん、フィルターがひん曲がっちゃって、うん、あらそうで なんとか自力で直して、うんうんうん、今もうそのなんなくなった、うん、かつその風よけももう使わなくなっちゃったんだけど、そうなんかうまいいい方法ないかなって思いながら、そっか、そう、うちのエアコンはなんか冷えすぎるみたいなことはないけど、うん、なんかあの内部クリーン機能ってあるじゃん。で、あのどの部屋の やつも内部クリーンを一応つけたのね、うん、なんか掃除する手間が減るかなと思って、そしたらなんかマジで、うん、あの消した瞬間に内部クリーンを開始しますって言われて、うん、もうねあのすんごいサウナみたいなの部屋が、わかる、うん、熱い温風出るよねあれ、うん、なんなの、多分その中身の水滴を乾燥させるために温風出してんだよね。めっちゃ腹立つ ね、 そうで、しかもそのせいで部屋の湿度が上がるから、うん、マジでスチームサウナみたいになるんだけど、うん、でもかといってそのずっとつけっぱにはやっぱ抵抗があるわけ。リビングはね猫がいるからつけっぱだけど、寝室のエアコンはなんかさすがにつけっぱよりは誰も日中いないんだから消した方がよかろうって私は思ってて、うんうんうん、毎回消すんだけど、うん、で毎回だからその夜寝る前に寝室入るともうモワってしてるのね難しいなと思って。わかる、うん、そっか、あれはなんか内部クリーンのせいだったんだ。内部クリーンのせい、そうなんだ、うん、私ずっと謎だったの、なんだか温風が出てるなんで知らないのなんだか暑いって思ってでもなんか内部クリーンが熱いからと思って、うん、もう一回停止を押せば完全に止まるんだけど、うんうん、それするとでも多分良くないんだろうなと思って。確かカビ生えるのだよね。そうなんだ。え、でもさ内部クリーン機能がついてないエアコンなんていっぱいあるわけじゃないですか。え、じゃああれは全部カビが生えてるて、まあ、汚れはでもつきやすいんじゃないですか。そっか、むずいよな。でも結局そのフィルターも半年に1回ぐらい掃除してるけど、うんうん、でもなんかやっぱその私結構もともとアレルギー体質だからさ、うんうん、なんかその素人でできるフィルターだけの掃除では限界だなと思ってて、うん、2年に1回ぐらいは業者を呼んでエアコンクリーニングしてもらうのね、うん、だからそう思うとさ、うん、あの2年に1回は業者にちゃんとやってもらうんだったら、うん、内部クリーン機能つけなくてもよかったなって最近めっちゃ思っちゃうんだよね、うん、なんか無駄に高くなる、あの業者 の、 その内部クリーン機能付きのエアコンの掃除の価格と普通のエアコンの価格全然違うし、うんうん、しかもなんか内部クリーン機能のことめっちゃ嫌ってんすよねエアコンの業者さんは。確かに確かに、うんうん、なんか結局奥の方にホコリが追いやられてるだけで中がやばいって言ってた。あとなんかその内部クリーンで掃除してるけどカビを広げてるだけだみたいな感じで、うん、言われたりする。むずいよね、うん、何が正解か分かんないね。確かに、あ、
扇風機だけで過ごせていける気温に戻ってくれたらいいのね地球が。あさマジでさ私なんかもう腹立ちすぎて、うん、この気温の上がり方に、うん、1997年とかの気温調べたの、うん、じゃなんか最高気温で34度とかで、あでもそんなもんだったよね。そう平均で30度前後みたいな、うんうんうん、なんやねんこれそれは小学校の時はなんか午前中宿題してみたいな、涼しい時間に宿題しましょうって、そりゃ涼しいわと思って。そうだよね、午前中エアコンなんてつけてなかったもんな、うん、そうそううちもそうだった、ね、なんかお昼からじゃないとエアコンつけちゃいけませんって言われた、うん、うちもそうだった、うん、なんか変わっちまったよな、変わっちまった、うんうん、そしてね、うん、何5分以上前から、うん、池田さんがずっと薪をなんであっちゃんガン無視してたの。いやなんか、うん、私も話に夢中になっちゃって1回目の薪の時に、うん、あなんか会話終わりそうだなって思った時になんか内部クリーンがなんか楽しい、やばいやばい、外から薪の指示出てたんだそうそう、ということでここまでです、はい、引き続きメールお待ちしております、どんどん送ってきてください。高柳智代です。私の初めての写真集回り道が発売しました。石垣島を舞台にこだわりのカットをたくさん詰め込んだ写真集、アニメイト、ゲーマーズ、アニメガソフマップなど全国のアニメショップや書店にて好評発売中、ぜひ手に取ってみてください。お送りしてきました須崎西あっという間にエンディングのお時間です。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。アドレスはすべて小文字で須崎西 @joqr.net 須崎西 @joqr.net です。たくさんのメールお待ちしています。さて575回目の放送をお送りしてきましたが、ここでお知らせです。9月8日日曜日に科学技術館サイエンスホールにて行われるシーサイドオータムフェスタ2024 Day2 に須崎西が出演します。昼夜どちらも出演するのは須崎彩さん、私西飛鳥、立花ひなさん、笹原優さんの4名です。そして昼の部のみの出演は桑原優希さん、菱川花さん、夜の部のみの出演は高柳智代さん、くすみりんさんです。チケットは昼夜2公演ともに税込み6600円です。はい、それから10月13日日曜日にサイエンスホールにて須崎西イベント2024ラキズマ V を開催します。昼の部が12時半会場、13時15分開演、夜の部が17時会場、17時45分開演です。チケット情報など詳しくはイベントページや須崎西の X をご確認ください。よろしくお願いします。はい、この間たまたま遠山奈央ちゃんに会ったんだけど、うん、須崎西でラキズマ V ってイベントやるんでしょやばい言われてなぜ知っているってなって、あそうだ言ったんだサンリオみたいなやつって言われて、あ、そうなの、サンリオみたいな、ははって言って冷や汗が出るやつぜひね皆さん遊びに来てください。はい、はい、ということであ、いいんだ、もう今日はもういいんだそうだって今日1分だよいやそうか1分か今週はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は須崎彩と西飛鳥でした。バイバイ。この番組はシーサイドコミュニケーションズの提供でお送りしました。